ーパーオープンしてもらう。あ、そうやな。春聞いた？隣のスーパー時給アップしたらしいで。嘘。なんでうちのスーパー上がらへんやろな。ちゃうね。店長は自分のお気に入りのバイトの子には時給上げてんの。嘘や。お前らうちらだけやってこういう日だ扱いは。店の前入った後品出しして、金庫開けて、いいように使われて、こき使われてるだけやねん。うん、まあ、そうやな。この間店長に私、おいって手の甲をかゆし書いてくれて書かされてんねん。それだけよ。それだけや。頼んでやらせるが手間やんな。もう、わらたすも悔しいわ、もう。私も悔しいわ。なんかその仕返しみたいなしちゃったみたいな。私あの店長の愛車、うん、傷がつけたるわ。あ、つけたったよ。あいつめっちゃ大事にしてるし。じゃあ私は、あいつの上まぶたにゴールデンレトリバー縫い付けたね、どういう状況それどういう状況なんかすごい嫌な感じはするけど。そうやろ、ちょっと想像がつかへんあ、やばいって。ほんまにもうお店オープンしてしまうも全然掃除できてへん。どうしよう。大丈夫、二人で分担したら大丈夫やって。もあなたはあっち、私はこっち、二人でお掃除いたしましょう。急げー。お部屋もピカピカ、心もピカピカ、ネイネイに手抜きはダメ。よこせ。